はい、今日は枚方やってきました。牧野車塚古墳かな、こういうのとらしいけどね、昔々に戻れたことあんねんけどね、どうやろ覚えてないやろな。ほとんどが下がんね、はい、全長が 107.5m、 後円部が 58m、 前方部の幅が 45m。 あれではどっちから入ったらええんかわからんがね。これここから入るか、これが形が公園部かね。これは来たことないかもしれんな、全然違うんだけど。あ、ハトさんがごめんよ、ごめんよ、ごめんごめん。これ横は5やったんやろね。おお、ごめんごめん、ほいほいほい。というわけで今5の中歩いてることかね。こっちは何でございますかね。こっちは公園かね。枚方市ってなかなかイメージと変わって、枚方市のイメージはあの山のイメージだったりする。全然平地でございますね。そうか、昔は建物建てなかったから、この辺みんな雑木林がいっぱいあったんだろうな。ほんで違うんだろうな、イメージが。一応公園部かね、うん、そうやらね。どっから上がりましょうか。上がるとこないね。上がれませんか。こっちも使うんだってなの。これはちょっと分かりにくいね、この古墳の形状が。これこの階段上がってみるか。上がってみましょうか。前方5円を、あらこんなことになってましたか。4世紀後半ぐらいかね。石室はないかなすかねな。これが前方部、こんな感じだけどね。ちょっとね、笹が生えてて全体は分からんな。これじゃ低いね。高さが10メートルぐらいあって、全長が107メートル。ちょっと低くございますね。
思ったよりも。前方がちょっと低いね。まあ最初の頃低いのも多いんやけどね。でこれがここから降りれるな、向こうの公園に行けんねんな。ちょっと歩いてみようか、前方部に。まあ前方の水町でございますね。ここから公園部見えんがね。107m やからね。ほら107m で言っとるけど、もっとこれ大きくないかい？思ったよりも大きかったぞ。こっちもね、いつかあんねんけどね、何にも説明文もな、ね、何にも看板もあらへんねんけど、これもそうやろね、こっちは。これも見た感じ、全部こういうんでございますけどね。ここは首流でございますが、はい。その先もね、ちょっとこんもりと思っとるんやけど、あれもあるんだけどね。あら、ここで一瞬回ったってことかね。あらあら、公園部。はい、ありがとうございました。牧野車塚古墳でございました。あ、これこうやって一気しか書いてないぞ、これ見たら。ねえ、世紀牧野の車塚古墳、行くだけなんだろうね。はい、ありがとうございました。最後。